漢字のね廃止か、うん、韓国にもたれた影響っていうのは非常に気に、うん、なるところいただきたいなと思うんです、ね。そうなんですね。えー、朝鮮半島も伝統的には漢字ですからね。これ漢字をやめたこの経緯っていうのは特に戦後、まあ千九百七十年代からなんですけれども、はい、漢字なくそうと、えー、これはね一つは反日教育とね結びついてるんですよ。う つまり、はい、漢字というのは中国から入った言葉で文字であるんですけれども日本時代にたくさん使われていたということもあるしもちろんそれ以前から漢字はもう知識人たちよく使っていたんですね。はいえー、日本語に訳されて西洋言葉とか外国語が今度は韓国語にそのまま訳されるつまり近代用語例え語。 経済用語自然科学用語ですね経済科学とかですねあるいは経済用語としては「輸出・輸入」とか「貿易」とか「銀行」とかそれ全部日本が作った言葉なんですね日本が訳してる日本でそれをそのまま音読みで韓国は訳して使ってるんですほとんどが「銀行」っていうのは「運編」と読むし貿易「無用」とかですね だそういうふういいいにしているということこもあるし、えーえー、もう一つは民族主義を唱える、うん、反日イコール民族主義を唱えるようになっていった時代に韓国人として誇りというのは何かと、えー、それはハングルだということで<ー>ハングルを持ち出して、えー、じゃあ全ての韓国の法律用語あるいは普通の言葉も。はい 全部ハングルを使おうべしというようなことを、まあ、唱えられていたんですね。えー、で、何度も、まあ、繰り返しをします。はいはい、それをやってみたんですけれども、無理があって、えー、再び今度は漢字混じり<ー>、えー、ハングルを使われるようになったり、はい、いろいろ。そのような試行錯誤をしていたんですけれども、はい、戦後、とにかく、この反日感情と、その民族主義、日本が一番だったんですね。 唱えて愛国の主義を、はい、まあ日本とは正反対の教育が韓国でずっと行われている中で、えーはい、この民族主義としてのハングルを持ち出して、うん、1970年代の中ば全てはハングル使用ということになりました。えー、私は小学校の、うん 6年生ぐらいだったと思うんですね。はい、4年生から漢字が入りました、それまでは、えーはいで。簡単な漢字を私は4年生、5年生の間に覚えましたけれども、ある時先生からね、漢字使わなくていいと言われて、<laughs> えーえー、もう教室でみんなね、もう完成。喜んでたんですよ。<laughs> 覚えなくていいから。そうですよ。それと、原文一という言葉を使いまして、えー、漢字語もなくしましょう。 できるだけ、うん、まあ純粋な韓国語で、まあ、日本語で言えば大和言葉でやりましょうということをはい、まあずっと言われていたんですけれども無理があるんですねで今韓国で使われるハングルの中に文章の中に7割8割が漢字語なんですよ漢字は使わないけれども漢字語なんです、ねえー、つまりよ。読みは音読みしかないので全部音読みなんです。 ですから、日本語で直訳しますと、日本語以上に漢字語が使われていると。<ー>それを全部ハングルだけになっているので、今の韓国人は、特に今、60歳以下<ー>の人たち、<ー>50歳以下かな。そうですね、もう漢字がほとんどもう使わなくなっていった。<ー>漢字わからない。読めない。読めないし書けないし。この前、韓国に書いた時に、60歳の方にですね、 私の名前をなんか書いてもらうことにしたんだけれども、はい、オーソンハというのは簡単でしょ、えー、それなのにいやなんか慣れてなくてって <laughs> 言って書くのは大変でしたよねというくらいこの漢字アレルギーが今根付いてしまっているとその影響は結構大きいですかすごいですねつまり戦前までは知識人は全部漢字語を使っていたんですね 膨大な資料は残ってるわけですよ漢字でつまり文の国だと自慢していますからねはい、はい、文人でしたから、えー、韓国のヤンバンたちは、えー、もうたくさんの文章を残しているんですけれども、えー、これが今ほとんど読めなくなるじゃあ昔の文章が読めなくなっちゃってるって読めないんですね、えー、それだけではなくて、えー、1970年代までは学術論文は漢字交じれだったんですね、えーえー まあハングル主義になっていった後も、まも論文くらいは漢字混じりだったんですが、はい、せめて70年代後半までこれが今の,あの学生たちは博士論文書く学生ですら自分の先生が書いた論文すら読めなくなったということなんですね。それで散々反発するまあ専門家たちもいたんですよ漢字というのは我が国の。 ああ伝統だし、えー、歴史だから、な、えー、くしていけないということ、いろいろありましたけれども、<ー>もだんだんマスコミが強くなってしまって、えー、そうすると企業は支援しなくなって、えー、だんだん力はなくなっていって、いつの間にか、もう日常的に漢字がもう消えてしまって、は<ぁ>今は漢字となると外国語みたいにわざわざ漢字勉強する人たちはいるんですけれどもね、えー、まあそうなってしまっていると。すごく漢字見るだけでも頭痛くなってしまいますね。<laughs> でもう一つは漢字なくなって、えー、日本語も掃除していただきたいんですけれども、えー、同音異義語が多いですね。うん、それが意味がわからない言葉なんですね。あ<ー>であの最近ね特に政治家の反政府デモをする人たちの方たちはねものすごい漢字語を使うんですね。うん、私もこれ何の意味なのかなということを探して調べてみるんだけれども。 ものすごい漢字語を使うんですがそれを分かる人は少ないというような問題が今いっぱい生じてるんですね。はい、でも漢字語を使った方が知識人のように見れるかっこよく見えると。<ー>だけどほとんどの人は知らない。<laughs> もうこのようなことが起きているし漢字に対すすするる憧れはすごくあるんですねんで面白いのは最近はあんまりないんですが1980年代くらいまでは名詞をですね、えー、漢字名詞を使う。 まあ特に偉い方たちは漢字で名刺を作って配るわけですね。はい、でもいただいた人は読めないんですね。<laughs> 何の、何と読むんだろうと。まあこのようなこといろいろありましたけれども、えー、まあ最近はね、もうほとんどもうハングルと英語しか使わないんですけれどもね。あ<ー>まあそのような問題だけじゃなくて、えー、その行為がですね、貧困化してしまうんですね。えーえー、日本語の場合は知らない 言葉でも初めて聞く言葉であっても、はい、なんとなくわかるじゃないですか、えー、漢字見れば、えーえー、そうですねはいはいなんだけれどもその想像ができないんですね<ー>もともと韓国語というのは漢字語文字以来漢字語ですし、えー、日本にも漢字を伝えたと自慢しているわけですからねそれをなくしてしまって、えーえー、ものすごい韓国の弊害が大きいつまり精神的な弊害が大きい、はいはい 日本だってひらがなだけとかになってしまうとやっぱりそのものすごく貧弱になってしまうというか文章も単純になってしまうし、まあ、そもそも読みづらいですよね。そうなんです、えー、ですからねその韓国で売れる本は小説とかもう本んに大和言葉のような言葉をいっぱい使いますから、えー、そんなのはいいんだけれどもこの評論的な。 日本で言えば夜の雑誌とかありますでしょ、うん、なかなかそれを読む人少ないですね漢字がなくなって、えー、韓国人のこの単調単純な発想、うんはい、この弊害は極めて大きいと思いますね、うん、韓国人の反日感情のありがたも私は漢字廃止から来るもの大きいと思うんですが、うん、あまあこれを私が言ってるということで韓国からものすごく叩かれていましたけ、ね、ど <laughs> それで入国もできないとなるともう、なかなか壁は高いですね。<laughs> そうなんですよ。